バージニア・ルジッチは、ルーマニア・クンピア・トゥルジー出身の元女子、プロテニス選手、1978年の全仏オープン女子シングルス、優勝者である。ルーマニア出身の先輩選手イリナ・スターゼが1972年の全米オープンと1973年の全仏オープンで4大,大大会に2勝した後、ルジッチは女子の第一人者として活躍し、同国の女子選手として、 最初の4大大会優勝者になった WTA ツアーでシングルス14勝を挙げる。ルジッチは1973年から女子テニス国別対抗戦フェデレーションカップのルーマニア代表選手になり1975年にプロ入りした。1976年から競技成績を伸ばし全仏オープンでスーバーカートの準決勝まで進み全米オープンでは ミマヤウソベッツとの準々決勝まで勝ち進む。1978年の全仏オープンでバージニア・ルジッチは女子シングルス優勝、女子ダブルス優勝、混合ダブルス準優勝を記録し、3部門全てで決勝進出を果たした。女子シングルス決勝戦では大会に連覇を目指したヤウソベッツを6から2、6から2で圧倒し、ルーマニア出身の女子選手として、 最初の4大,大大会優勝者になる。この年は続くウィンブルドンと全米オープンでもベスト8に入り、女子テニスツアーでも年間5勝を挙げるなど、彼女の選手経歴の中でもハイライトの時期だった。1980年に全仏オープンで2年ぶり2度目の決勝進出を果たしたが、今度はクリス・エバートロイドに0から6、3から6で敗れ、2度目の優勝はならなかった。 ルジッチが二度目の優勝を逃した1980年まで全仏オープンの女子シングルス本戦は出場資格者が64名であり決勝までに6試合を勝ち進む流れになっていた。しかし1981年から出場枠が現在のような128名になり7試合を勝ち進む方式に拡大された。その中で ルジッチは1981年と1982年の大会では準々決勝まで進んでいる。この2年間は上位シード選手は1回戦不戦勝を認められていた。1983年から現在のような128名の選手全員が1回戦から勝ち抜くトーナメント方式になる。ルジッチの現役選手時代は4大大会のトーナメントシステムにも 大きな変更が加えられた、過渡期でもあった。1982年のウィンブルドン準々決勝で、マルチナナブラチロは 2, 2から6、3から6で敗れた試合の後、ルジッチのテニス成績は下降戦に差し掛かる。1987年のシーズンを最後に、ルジッチは32歳で現役を引退した。ありがとうございます。